はい、どうもお疲れ様です。3、4日前なんですけども、軽自動車に取り付けていたタイヤがですね、脱落して、それがものすごいスピードで、まあ、通園中の親子の、しかも一番小さなね、4歳の女の子をまあ直撃して、まあ、非常に痛ましい事件が起きたということになります。まあ、この女の子ね、まあ、渋滞で今治療を受けているところだと思いますけども、どうなったのかまだ追加報告がないんで、 もしかしたらね、まだ意識が戻らない状態なのかもしれません。まあ、非常に心配されて、4歳となるとね、車のタイヤが直撃したら本当、まあ、ひどい状態になるんだということは予想できるわけですけども、まあ、今回ね、まあ、なんでこんなことが起きてしまったのかっていうことを、まあ、想像すればキリがないんですけども、まあ、客観的に私が報道を見て、そして映像を見て思うところは、あの軽自動車に不釣り合いな規格外のタイヤをつけてね、それを公道で走らせていたってことなんですよ。まあ、車の改造自体は禁じられてはいません。ただ公道を走るとなるとまた話は別なんですよ。でしかも車を改造するってことは、それをね、公道で何らかの形で走らせるってことは、相当厳重に注意しなければ大変な事件が起きてしまうってことになって、しかもそこにはまあ誰かが保証してくれるならね、後ろ盾もなくなるわけですよ。勝手なことをやってるわけですから。だから相当な責任感と、あとメンテナンスの技術がなければ、非常に大変なことになってしまうかなっていうのと、あとね、まさにね、こういった園児が登校してるようなところと同じ時間帯に走るっていう精神状態もちょっとね、恐れを知らないなと思います。今回逮捕された容疑者とされている方、ドライバーの方は極悪人ではないし、故意に事故を起こしてるわけではないってことは分かるんですけども、まあ不注意と自分勝手が極まったかなと思うんですよ。まあ例えばね、レッカーとか、あとはキャリアカーなどで移動するみたいなことをすればこんなことは起きなかったと思いますし、まあ、多分ね、走っていてガタついていたのはね、認知していたと思うんですよ。だからおそらく何事もないように、とりあえず家の車庫なり何なりに入れようと思って移動してたところだと思うんですけども、だったらこの時間を避けてね、人通りの少ない時に、しかも脱輪したタイヤがぶつかるような先に人がいるかいないかってことを確認しながら、停車しながらやってもよかったのかなと思うんですけどもね、あまりにもちょっと無責任だったかなというふうに感想を持ちました。まあいずれにしても早期解決してね、似たようなことがもう起きないようにしていただきたいかなと。昔ね、空飛ぶタイヤっていう映画を永瀬智也さんと、あと中村徹さんがね、それぞれ演じていた映画があって、両方とも何回も何回も見たんですけども、本当車の事故ってのはね、下手するとまあ隠蔽みたいなことにもなりますんで、怖いですよね。まあ、これからも車の事故ってのはたくさん起きると思いますので、ドライバーの方も、それから何の罪もない歩行者の方も警戒しながらっていうね、ことになるのかなと思います。で、お子さん連れで登園されるお父さんも多いと思います。お母さんもね、本当に用心に用心を重ねてってことでしょうね。もう安全なところはもうこの日本にはないと思った方がいいのかなというところが今回の感想です。それでは。